実は安倍政権だけじゃなくて前の民主党政権もそうだったんだけども、あの人たちは白紙人情を国民から得てるんだと勘違いしてるんだと思う。白紙人情、自分たちが考えて国家のためになるっていうことだったら何やっても構わないと思ってる、うん、ところが NSC に関してはまず言わないといけないのは、これ戦争するかしないかを決めるための機関ですよと、これをはっきりと言ってこういう機関を作るっていうことについて国民の皆さん理解してくださいと、あるいは国民が理解できないっていうことだったらそれは作るっていう議論は待たないといけないんですよ、うん、そういうところを一切やらないで自分たちが思うところではお国のためになるからってブワーッと暴走してるって感じですよね。それが怖いです。ですからそこのところでいろんなカモフラージュなんですよ、うん、さっきの国家ってカモフラージュするものなんです、うん、例えばさっきのアメリカの NSA、 NSC ってアメリカでもあるんですよ、うん、一文字違い国家安全保障局っていうと、うん、ああ国の安全を保障するっていうことだと一般論としていいことですか悪いことですか。いいことですね。いいことだと思うと、これもし統庁局って名前だったら国家統庁局って、もう国あるいは国家通信傍受局なんか嫌ですよね。それ嫌だと、うん、だからカモフラージュしちゃってるわけですよ。今 NSC っていうのは NSC のいろんな議論を見ていると、うん、これはじゃあこの前みたいな大きな台風があった時の対応っていうのも NSC なのかと、うん、あるいは伝染病が流行った時は、うん、これ NSC の対応なのか、地震対策はこれも NSC じゃないかと、こういう議論になってるんですよね、はいはい、あるいは金融危機もと、これ全然関係ないんですよ、うん、危機管理と NSC って関係ないんです、うん、それから情報これから取らないといけないと、やっぱりテロに対する情報とか北朝鮮情報なんていうのは今までの普通の外交じゃダメだよねと、うん、だから対外インテリジェンス機関情報機関を作らないといけないと、これも NSC と関係ないんですよね、うん、これ対外情報機関の話で NSC は情報間違えても行くって決めたら、うん、戦争すること決めちゃうわけですよ、うん、じゃあ NSC では何やってるのかと、うん、それは秘密だから言えないってこういう話になるんですよ。現時点でその NSC とは一体何ぞやって明確には言ってませんよね。言ってないですよ、うん、それで NSC でじゃあ何を議論するのかと、その議論をすることが秘密だって話ですから。でもそれは佐藤さんのご指摘だと戦争をするかしないか、そうです、いわゆる戦前の統帥権を今預かってるという意識のもとに、そういうことです、ゴーを出すかイヤストップかっていうことですか。そういうことです、うん、ですからそういうことなんだけども、それが、うん、とにかくやらないといけないと、うん、だからやってしまうと、うん、絶対に正しいことだと確信してるんですよね今の政府は。佐藤さんそれだったらね、憲法問題云々っていうよりも、いや事実作っちゃったんだからやるんだって、これおかしいですよね。目に見えない憲法って発想なんですよ。目に見えない憲法、はい、はい、要するに成文の憲法はあるんだけど自衛隊は事実上の軍隊じゃないですかと、うん、これ目に見えない憲法だと、うん、あるいは私も私立大学の出身で、うん、国丸さんの私立大学の出身ですよね、うん、国の私立大学の女性っていうのは本来できないんですよね憲法の考えだと。精神的にですか。いや物質的なことやったらいけないはずなんですよ、うん、要するに国家は教育から分離してないといけないわけですから、うん、お金出せば紐がついてくることになると、うん、しかし私学は助成金なきゃやっていけないですよね。そうですね。だこういうところっていうのは目に見えない憲法があるから構わないんだって話になるわけですよ、うんうん、そうするともっと進むと昔の人なんですけど、ミュンヘン大学の教授で、オットー・ケルロイターっていう人がいたんですね。うん、オットー・ケルロイター。この人は、ナチスの憲法理論を作った人なんです、うん。憲法改正しないでいいと。憲法改正しないで解釈だけ変えていく。あるいは、普通の法律っていう形で、ワイマール憲法と矛盾するものをいくつも作っていくと、うん、それ積み重ねれば事実上のナチス憲法ができるんだと、うん、目に見えないナチス憲法を作っちゃえばいいんだと、こういうこと言った人なんですよね、うん、これまさにナチスの手口なんですよ、うん、どうも最近の政府はナチスの手口に学んでるんじゃないかと、うん、憲法改正とか正面からの議論を避けてですね、うん、自分たちのやりたいことで今の憲法の枠も相当超えていて、うん、まさに戦後のあの戦争に敗れた後の日本の体制っていうものと違うことをやろうとしてるんじゃないかと、こういう感じするんですね。だからこの NSC でそれが矛盾が特定秘密法とそれで合わさって集約的に出てきてるような感じがするんですよ、うん、でも止めることできない。どうしたかというと圧倒的大多数の支持を得て政権ができてるっていうことになってるわけだから、うん、これもう国民みんな支持してるんだと、こう政府思ってるわけですよね、うん。